どっかの店の看板とっさに取ったんだろう。ちいちゃんはここに来いって言いてんだ。その店にエイジがいるってことか。トミー、これどうだ、分かると言ってくれ。分かると言ってくれ。はあ、大丈夫だ。分かるぜ。おお、さすがさすが。春日さん、そこに何も。いや、分からんす。そいつは行ってみねえと分からねえ。ついてきてもいいよ。一人ぐらいついてきてもいいよ。4人パーティー欲しいから。ありがとな。花輪さんの無念、あなたたちに託しましたよ。いや、お前も行けやーい。なんで託すだけ。よっしゃ、行こうぜ。1番、さっきの写真。ギルティー。罪だね。クラブの看板だ。第5地区付近。バラクーダの勢力、ど真ん中だけどな。また。行くにしても慎重にだ、春日。まさかとは思うが、また裏切られてるって可能性もある。今度は千歳によ。そんなことしないぜ。知らんけど。多分大丈夫。しっかり準備してから向かおうぜ。もう信じちゃったからね、ちいちゃんのことはね。裏切られても心配なし。行くぜ。さあ、というわけでやってまいりました。ギロティー。まあ、めっちゃいますね。めっちゃでもないけど。いますね、いますね。ここだ、一番。クラブギルティ。ハワイの下品な店の中じゃ最高に金がかかるってところだよ。おお、なんだそりゃ。本当に下品。あ、電話か。ちいちゃんからだ。ちいちゃん、A ちゃんが出るんじゃない。もしもし、俺だ。無事か、ちいちゃん。エイジを探してたの。おお、出た出た。そうする以外したことを償えるやり方が思いつかなくて。なんで一人で行く。見損なってもらっちゃ困るぜ。そんなことしなくたって。俺らはお願い聞いて。まあ、ちいちゃんの気持ちか。エイジを見つけたの。クラブギルティの一番奥、VIP席にいる。ご機嫌で飲んでる。周りはパレカナのギャングだらけ。そうか、分かった。ちいちゃんも中にいるんだな。うん、いるのなら俺らもすぐ行く。今度は俺らの番だな。エイちゃんを捕まえて絶対にラニを取り返すんだ。ねえ、待って、大丈夫なの。そんな簡単に私を信用。だから言ってんじゃん、自分で言わないでそのセリフ。エイジと一緒にみんなを騙してたんだよ。もしかしたら今度こそ一番のこと殺す気かもしれないんだよ。なんか第5地区の中でもこんなやり取りした気がするね。うん、したちいちゃん、俺の答えはあん時と一緒だ。一回信じたからね。ちいちゃんを信用するって俺が決めたんだ。その結果がどうなろうが文句は言わねえ。それにきっといい結果が待ってる。まったく人のいい野郎だ。好きだろ、こういうやつが。待ってよ、ちいちゃん。みんなで迎えに行くからな。任せろ。聞こえたよってトミーに伝えて。うん、じゃまた後でな。ちいちゃん捕まんなよ。捕まんだよマジで。よっしゃ、行くぜ。さあ、まずあいつら倒すか。まあ、とりあえずね、手始めに倒してやろうか。こんにちはーす。Hey, it's Kasuga. The hell are you doing here? はい、Kasugaだよ。中で連れと待ち合わせなんだ。ここ通してもらうぜ。ちいちゃん、ここよく入れたな。The balls on this guy. Hey, fellas.Looks like we got ourselves a new punching bag. Punching bag だって。ちいちゃん。行くぞ。おっしゃ、行くぜ。はー、ギャングたち。行くぜ、皆さん。どうしよっかな。フルスイングの極み。新技。俺の最終奥義。最終奥義。ぶちかますぜ。おお。フルスイング。トルネード。敵がいないんだけど。ああ、いた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 。おいしょー、真空ぶった切りみたいになってる。工具ショットガン。いやー、とりあえず2人衝突で2人やれるかな。あと1人どこだ。黙らせてやる。はい、1人か。挑発ピッカねー。ラピッドショット、それはあれなんだけどな、ハン様の技なんですけどね。これ後ろからやったらバックアタック、よいしょ、追攻撃。あいつやりてえな。でもそっか、春日君はあんま MP がないんですよ。経験値をね欲しくてね経験値と引き換えに MP を失ったから彼は。バックアタック、よいしょ。あとはもう殴っていくだけです。 MP 回復だけだラピッドショット痛いです。さあ終わりだ、終了。 OK、 さあ急ごうぜ。よし、あれどこだここ。よっしゃ行こう。ほらいいじゃん、どこだこら。クラブも行ったことねえからな、1回ぐらい経験として行ってみてえもんだぜ。おお、ゼロのあれみたい。ゼロの時こんなとこあったね。おー、いるえいちゃん、笑ってるやん。やっぱり来たか、あんなチャラついてんだおーい春日さん、こっちこっち。チャラついてんね。おい、そんな一気にみんな逃げる？話早いけどね、戦った方がね。さて高みの見物といきますか。なんでや戦いや。すぐそっち行ってやるから、まあ待っとけや。えちゃん戦えんのかな。みんな行くぞ。よっしゃ行くぜ。てかちーちゃんはどこ行った。ちーちゃん助っ人に来いよ、ギャングたち。調子がいいぜ、調子がいいね。とりあえずなんか拾って殴れちょっと何してんの。よいしょ、なんかグランドライナーぐらい、まあいっか、まあいっか、グランドライナーぐらいやっておいても損はなしかな。これでここまで行ってで、これだな、ここだな。よいしょ、ほら意外と倒せないね。ちょっとついくか、ちょっとつをこの奥でやることによって、これ5人巻き込めそう。いけ、全員アタッチビームいや当たっちゃいいわ、さすが。いていて、終わりだ。おいしょ、オッケー。いやすごいな春日さん、大したもんだよ。なんだお前、何をどこへやった。あのかどこにいる。残念、もう死んじゃったよ。なんだと、なんで嘘つくんじゃねえ。ああ、慰めにならないかもしれないけど、もうとっくに始末しちゃったから、あんたたちがどんなに急いだって全然間に合わなかったんだよなんだとせっかく来てもらったのに無駄足だったね。ただもうここまでパーティーを邪魔してくれちゃったから、ただでは返してあげられない。俺と春日さんの中でもそれはさすがに無理。いやもう中でも何でもないんだけど。ここにいるみんなが納得できないよ。ちーちゃん？ん？ああ、気が利くね。あ、それ毒なんでー。何を殺したなんて大嘘。ちとせ。ちーちゃん。飲ませて毒でよかったんじゃない？あの子をブライスに引き渡す相談してたくせに。覗き見、盗み聞きは得意でもされるのは慣れてないみたいね。ラニーはどこ？さあ、今頃海の底とか。私が撃てないと思ってる。分かった分かった。まあちょっと落ち着く。震えてるよちーちゃん。でも聞きたいんだけどさ、千歳はなんで俺がここにいるって分かったの？カバンに GPS の発信機を入れておいた。あんたが大道寺のセーフハウスへ来た時にね。さすが。そりゃ気づかなかった。春日さん聞いた？こういう子なんだよ。人を騙すはめるがまあうまくてね。お前が言うなよ。天才的と言っていいんじゃないかな。だから俺は千歳のチャンネルに目をつけた。聞きたいことは済んだなら改めてこっちから質問。ラニはどこ？まあ言ったな。おいやめろ。ラニー。お前子供になんてことを。やばいちーちゃん。あなんてこったいちーちゃん。綺麗な手が。おいちょっとせ大丈夫か。結構深くやられたな。待ってろ止血する。無茶するなちーちゃん。私はいいからラニを。怪我人はおとなしくしとけって。また来た。まったく人様に銃を向けるなんて実家のご両親が見たらそっとするんじゃないか。親御さんを悲しませてはいけないよ千歳。うるせえバカ言え。こんな子持てたら親御さんは鼻高々だろうよ。そうだろうが。何を引き出せたのは大手からだ。ありがとなちーちゃん。一番さあラニを取り返すぞ。もうよあんなぎゅうぎゅうに縛りやがってかわいそうに。私も戦う。いける？どの口がって話なのは分かってる。だけどお願いなあ頼む。いいよな。言い出したら聞かねえだろこいつ。さっさと片付けてちゃんとした治療をしねえとな。あたっちゃんなんかだいぶ傷ついてるけど。よっしゃ行くぜ。ちゃん戦えるか。ボッコボコにしてやるよギャングたち。ちーちゃん髪型変わったけどなんかかわいい。かわいいよ。三段手裏剣行くぜ。おらいよ。よいしょ。調子がいいね。バッテリースパーク行くぜ。トミンお祭り。これがお祭り男じゃ。よしここでさあ。いやなんか春日ちゃんはねもう MP がないからもう普通に戦うだけにしときましょう。よいしょほらよし。であだっちゃんでちょっとつで 4,5 人ちょっとやるスタイルでいこうね。ちょっとここは3人しかダメっぽいけど。いけて2人かこれ。2人しかいけんなあ。いやいけた3人。オッケー。電光石火覚悟。よいしょ。かっこいい。くのいちかっこいい。気合い入れた。気合いだ気合いだ気合いだ。オッケー。痛いんですけど痛いんですけど。よっしゃ。おらいよ。今度は黒は1番ちゃんもうちょっと頑張ってほしいな。こっちでいくか。はいほー、いいでしょう。せいほいしょ。痛い。アタッチビーム終了。アクシー送迎の極み覚えちゃったよ。 A ちゃんで使うよ。ラリー、くそ、あいつ逃げんのかい。戦え。おいおい、あ、ナイス。バカー、しつこいよ。エイちゃん、ラニを返しちゃくれねえか。まだエイちゃん呼びなんだ。さすがに無理ありませんそれ。あんたとの今までのやりとり全部芝居なんですよ。こっちは内心ヘドが出る思いだったんだ。そこまで言うの。ヤクザとお友達ごっこなんてね。あそこヤクザのこと恨んでるからな。しかも荒川組、はあ、いいよ。春日さんがそう言うなら返してあげます。やべ、このまま音好きだな。やばいぞ。ただしちょっとこいつもセットでね。何やってんのちょっと。いやでもこれやんないでしょ。あ、ダメダメ動いちゃう。こいつは衝撃で起爆するからくりなんだ。じっとしてないと。でもこの子引き渡すんじゃないの。さてと、じゃあお望み通りラニちゃんをお返ししますよ。ブライスに引き渡してもどっちみち殺すだけですし、早いか遅いかの違いでしょう。おいやめろエイちゃん、その呼び方やめてもらえます？じゃあやります。じゃあその呼び方続けます。バカーラニー、あーやばい。1番キャッチしろ。あれあだちか起爆しない。やっぱな、A ちゃんやりやがったな。ほんと騙されやすいんですね。それ爆弾なんかじゃないし、衝撃で起爆もしませんよ。うぜえこいつ。正解はこちら。バカ、あ、催眠ってこと？催眠ガス？うわー、催眠ガスだ。やばい、全員やられる。大したもんだ。でも残念。ああ、ちいちゃん、ちいちゃん、何？あっ、ちいちゃん、今のはちいちゃん大丈夫か。燃えてる？あ、燃えてねえや。えいちゃん、ボンボヤージュ春日さん、うるせえボンボヤージュ兄ちゃん。てかこの姿見たら誰かハワイの人通報してくれよ。くっそ、また逃げられた。なんでここ？この先どうなるんだい？多分ネレ島に連れて行かれて、あとはブライスがどうするか。ネレ島か、どこにあるのかもわからねえ。パレカナの聖地じゃあもう打つ手なしってことだ。ホノルルシティから100キロらしいけどね。謝って済むことじゃないけどごめんなさい。全部私のせい。私は自分の身を守るために英二の言うことを聞き続けていた。いつか茜さんやラニを犠牲にするって分かっていたのに。聞かせてくれるかい、ちいちゃん。エイちゃんやエビナについて知ってること、それにタタラチャンネルのことも。そうだな、あのチャンネルには俺らも痛い目見せられた。まあまあまああの VTuber の中身って言ったらいいのか、それが千歳だったわけだよな。で台本は英二が書いていた。はい、でもそれは3年くらい前からのことです。3年間か。その前は元々はそれよりもずっと前、7年くらい前に私が個人的に始めたチャンネルなんです。古参すぎるねまさかその時から告発系やってたってわけじゃないよな。はい、当時やっていたのは本当に他愛のないおしゃべりの配信でした。ほうほう。名前を考えて見た目も自分で描いて、今みたいに動きもしない、本当にただの下手くそな絵でした。見た目も今と違ってたのか。今のはエイジがチャンネルの人気を上げるために大金出してイラストレーターに発注したの。なるほど。もともとのデザインを引き継いではいるんだけど、露出が増えたり胸元が強調されたり、そういう工夫が入ってる。工夫。まあそういう工夫に効果がねえとは言わねえ。お前からしたら嫌な思いをしただろうけどな。当時の配信はそれこそ10人も見てくれれば大盛況みたいな。結構いるやん。本当にささやかなもので、でもそれが私は本当に楽しかった。だって物心ついた頃から学校も習い事も家に決められた通りに束縛されてた。友達だと思っていた同級生がうちの父からお金を受け取ってたこともあった。いや、やばいやん、そんなことあるんか。家の中でもメイドに監視されて、何かあればすぐ親に告げ口されてた。そんな育ちをする子もいるんだな。そんな毎日の中で誰にもバレないように夜布団に潜ってスマホの明かりを隠してたたらひそかとして配信している時だけ私は私でいられた変な話でしょ、名前も姿も声まで変えてるっていうのにたたらチャンネルはそんな感じで私が私のためにやってるだけのものだった、うん、それが変わったのが3年前。何があったんだ。3年前の富士宮海運のタンカーが沈没した事故って知らない？ちょ、知らないっすね。20人以上が全員死亡した。ああ、あったな、覚えてる。コンテナの化石採があったとかで一時期何回も謝罪会見してた。へえ、そんな事件が。富士宮グループの会長、私の父はね、事件のことを隠蔽するつもりだった。おお、やるね。そうだったのか。父が関係幹部にだけ出した隠蔽指示の文書を偶然見つけたの。自分の利益のために人の命を犠牲にして、その上それをなかったことにするなんて。あ、それ暴露したんだ。ちいちゃんが。私はその文章をテレビ局とか新聞社にありったけ送りつけたでも反応は何もなかった。そんなことある。だから私はやけくそ半分でたたらチャンネルでそれを暴露したの。おおおお、マジかよ。それでどうなったんだ。反応は10人見てれば大にぎわいって配信だもの。当然何の反応もなかった。ああ、いや反応はあったかな。急に何言い出すんだこいつって感じで。あ、まあまあそうね、方向転換しすぎだね。見てくれてた人が誰もいなくなっちゃうっていう。まあ無理からぬ反応ではあるわな。事件は季節外れの台風のせいってことで世間は納得しかけてた。そんな時だったの。私の前に三田村英二が現れたのは。それはメールとかじゃなくて目の前にってことか。そう。英二はもともと新聞記者だったけど、ヤクザにはめられて将来を失ってた。ああ、はいはいはい。英二は私の動画を見てタタラが一族の身内だと見当をつけてた。すげえ。そのうちの学生だろうってことまでね。その年頃に該当するのは私だけ。それでエイジが私に何をしてきたかっていうと、告発動画をもっと効果的に煽るナレーションの台本を渡してきたの。台本？動画で何を喋るかってことかい？いかに富士宮が格差社会の上位にいるか、どれだけメディアを言いなりにさせてるかってね。その台本通りに改めて告発した動画は本当にバズった。ネットの情報も一定数の拡散に達するとメディアも無視できなくなる。その流れを見て隠蔽を指示されてた幹部の中に物証を持って垂れ込む人が出てきた。お、すげえ。そうか。それが発展して俺が見た謝罪会見になったわけだな。はい。世間が騒ぎ出すと父は私がマスコミのいい標的になると踏んで、はい、ほとぼりが冷めるまでハワイで過ごすように言いました。あ、それでハワイに来たんだ。私がハワイにいるのはそういう経緯なんです。あ、そうなんだね。思わぬ形で羽を伸ばせる機会が訪れたってわけだな。いつもの格好、親御さん的にはひっくり返っちまうだろう。ああ、あのへそ出し。一応ね、あれは変装の意味もあるんだよ。変装？だから親も了承済み。それは苦い顔をされたけどね。話をタンカー事件に戻すけど、エイジの指示に従った結果、富士宮グループはかなり手痛いダメージを受けることになった。うんうん。正直、その時はエイジを救世主だと思った。この腐った家をぶっ壊してくれるヒーローかもしれないって。ちいちゃんの立場ならそう思うだろうな。まあまあ、それは自然だな。そいつが3年前の話だったとして、それからエイジと私は共同でタタラチャンネルをやっていくことになった。内容もいわゆる告発系にそこで舵を切ったの。エイジが持ち込んだスクープと台本でね。タタラチャンネル持ち込むネタはどれも精度が高くて、何より刺激的だった。偉い人、成功した人、人気のある人、そういう人たちの裏の悪事を次々と暴いていった。みるみるうちにチャンネルが注目されるようになっていって、登録者数なんていつの間にかとんでもない数になってた。500万だからな。俺らの知ってるタタラチャンネルに近づいてきたな。正直、自分はいいことをしてるって思ってた。まあね。マスコミも報じない、ずるく立ち回ってる悪いやつらを私たちが暴いてるんだって。でも、だんだんエイジの持ってくる話がおかしくなってきた。ある時、元ヤクザが社会復帰するふりをして悪毒やってるっていう台本を渡されたの。ああ、一番のやつか。最初はこれも真っ当な告発だと思ってたけど、何度か配信を続けるうちに、だんだん普通に社会復帰しようとしてる人たちの過去の経歴までことさら暴き立てるようになっていったの。もう償いの住んでる過去の犯罪とか、そういうことを。本性を表したってとこか。それまでの真っ当なスクープはチャンネルの信用を得るためのお膳立てで、本命はこっちなんだろう。たたら密かでいることが、いつの間にかただ台本を演じるだけの時間になって、その上頑張って人生を立て直そうとしてる人たちの邪魔をしてる。私はいつの間にかたたら密かでいることの意味も目的も自分自身で手放してしまってた。もう耐えられなかった。だからエイジにもうチャンネルをやめるって言ったの。うん、でもそうはいかなかった。うん、あいつはその時初めて私の素性をいつでもバラすことができると脅してきた。おバックにはエビナっていうヤクザがいるとちらつかせながらね。バックに頼る。そうやって次の台本を渡してきた。バックに頼る A ちゃん。浜の英雄が元ヤクザを食い物にしてるってね。なるほどな。その後はもうみんなが知ってる通り。一つ聞かせてくれ。それでもちいちゃんはエイちゃんに逆らおうとした。それは何だだ。茜さんは何ちゃんをたった一人で命がけで守ってた。もうだいぶお年でそんなに無理のきかないお体のはずなのに。まあまあそうね。それを知って自分が恥ずかしくなったっていうだけ。それだけか。本当にそうか。一番のこともあるんじゃないの。それで今までチャンネルでやってきたことが帳消しになるはずもないし、エイジにも面と向かって抵抗できたわけじゃない。いや抵抗できてたけど、茜さんたちを守るために一番に逮捕されてもらおうとしたりね。俺をハワイで身動き取れなくすりゃ茜さんの発見が遅れるって踏んだわけだな。もともとエイジから言われてた命令は、茜さん家のハウスキーパーを装って一番に接近しろっていう内容だった。一番が茜さん発見のキーマンだから。けどちーちゃんは酔っ払った俺に襲われたから仕方なく撃退したってことにして、俺の身ぐるみ剥いでまで無所にぶち込もうとした。そう、私はスパイのプロでも何でもないから、エイジにはトラブルが起きたんだからしょうがないでしょで乗り切る気だった。けど一番は桐生さんがあっという間に助け出しちゃって、第5地区を出た後でもう一度あなたたちの懐に潜り込むように命令された。今度失敗すれば私の秘密を富士宮に暴露するって警告付きで。なるほどな。エイちゃん口封じねえだな結局な。私は家に知られるのが怖くて、みんなに打ち明けられずにいて、花輪さんとウォンを死なせて、茜さんとラニちゃんにも辛い目に遭わせてる。言い訳なんてしようがないのは分かってます。今はもう俺らに隠し事ないんだな。うん、もうないよ。本当？そうは言っても一度裏切ったやつは二度三度とやるもんだぜ。一個二個は秘密持ってていいと思うけど。そうだよね、やっぱり虫が良すぎた。でも虫が良すぎる連中だからいいじゃん。いいのかよ春日。いいでしょ。トミーの言うことは一理ある。一度裏切ったやつは次もってやつだが、3度目の正直的な。ただまあそのトミーも病を裏切って今ここにいるわけだけどな。そのツッコミを待ってたんだ俺は。おお本当。ちーちゃんさ、初めて会って俺の身ぐるみ剥いだ時、こいつだけは取らないでいてくれたろう。俺の大事な人の位牌が入ってて、茜さんに渡したいって話飯食いながらしたよな。だからこいつだけはそのままにしといてくれたんだろ。うん、別に取るまでもないって思っただけかもよ。かもな。でも俺はすげえ感謝してんだ。こいつは本当に俺の大切なものだからよ。だから今言わせてくれや。ありがとうなちーちゃん。お前らしいや。そうね。私が謝ってる側なのに何言ってんの本当。ありがとう一番。お、これだ。これでこの件はチャラだ。ラニがハワイ中のワルに狙われてて、それを茜さんが命がけで守ってきた。なのにそいつを放り出してやらなきゃいけねえことなんて他にはねえ。みんな俺に手貸してくれ。二人を安心させてやろうぜ。おい頑張ろうぜ。当たり前だろ。乾杯だ乾杯。おい今さら俺にそんなこと言わせんな。うんもちろん。じゃあおかえりだなちーちゃん。なら春日パーティー再結成の乾杯といくか。おう。だな。じゃあ乾杯。これ何？オレンジジュースかな。いや、いいパーティーになりましたね。チート星が仲間に加わりました。